お、トレーニング？精が出るね。あ、うんさん、お疲れ様です。お疲れうんすっす。なんか体が重いんだよね。食べ過ぎじゃないですか。食べ過ぎ、ほら、みんなすげー食べるから、あのペースに合わせちゃうと食べ過ぎちゃうんですよ。スペちゃんってほんと美味しそうにご飯食べるよね。そうっすね、確かに。あの胃袋はどこに繋がってるんだろう。肛門じゃないですか、肛門。まあ、その後肥料になるって考えれば、まあ、ある意味地球上の全ての存在がつながってるみたいなことになるのかもしれないですけどね。オッケー何がオッケーなんだ。ここから土星まではおよそ80光分、直径10センチのドーナツを 1.4 億個並べたくらいの距離か。よし、本気出しゃ明後日にはつける距離だな。マジかよ、すげえな。おいお前、今から出発すんぞ。え、土星にですか。予備のドーナツも忘れんな。ああ、じゃあちょっとドーナツ探してきます。よっしゃおはようさん。あ、おはようございます。調子はどうや。うん、もうちょっと転売も潮時っすね。手数料がやっぱどんどん上がっちゃってるんで。しゃあない。しゃあないっすね。デイリーレースでは強化アイテムなどが報酬で手に入りますよ。それ売っちゃってもいいんですか、ネットとかで。はい。あ、そうなんだ。ほな。あ、ほな、お疲れ様です。おはよう。あ、おはようございます。今日のログインボーナスはこれ。お願いします。すごいな、あれじゃレース前に疲れちゃうよあら、今日はどんなご用ですか。誰かドーナツ持ってないかな。あの、突然ですが、桜好きですか。どうだろう、どうですか。桜ですかそうですね、好きですよ。まあ、嫌いな理由がないですもんね。なんかあります、嫌いな理由。桜が咲く一瞬の美しさ。ああ、はいはい。刹那の輝き。一瞬ですもんね。それはとても眩しく、心惹かれます。ああ、惹かれるんだ。なんだ、好きなのか。そうですよね、そうですよね。短い期間だけど全力で咲き誇る。分かってもらえて嬉しいな。あ、私も好きですよ、でも本当に本当に。ですが。ですが。この学園で私は桜の別の魅力を見つけてしまいました。なんだろう、なんですか。別の。別の。いつも満開でずっとそばにいてくれる。いつも満開でずっとそばにいてくれる。そんな桜を私は見つけたんですよ。何ですかそれ。いつも満開でずっとそばに。それってもしかして。何ですか。その。何。私、桜が好きなので。もしアルダンさんも同じだったら、いろいろ話したいって思ってたんですが。ああ、そういうことか。まさか桜の謎々が来るだなんて。いや違う、絶対に答えたい。違いますよ、好きだって言ってんじゃないですか。いや、答えてみせます。いや、好きだって言ってんですよ。あらあら。そうですよね純真様。あ、桜の魅力ですね。あ、そうだ、ドーナツだ。ドーナツ、ドーナツを探さないと。ないかな、どっかにドーナツ。誰か持ってないかな。あ、あ、ゴルシさん、ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ忘れてる。ドーナツ、ゴルシさん、ゴルシ、ゴルシさん、ゴルシさん。